異世界ものの主人公って初めからトップクラスに強くてほぼ無双するじゃん。まあ作品によっては冒険しながら強くなってくのもあるけどさ。だけどそんな主人公特性を持っていても冷遇される主人公もいるわけよ。盾の勇者とか回復術師とか、どっちも強くなって成り上がってくからその良さもわかるけど、そうじゃないのもある。今回紹介するキャラは真の仲間じゃないと勇者のパーティーを追い出されたので辺境でスローライフすることにしましたに登場するリットだぜ。生まれつき与えられた加護が大きな意味を持つ世界で、主人公のギデオンは導き手の加護の力で魔物退治で活躍する。ギデオンは勇者の加護を持つ妹と魔王討伐の旅に出て、そして同じ志を持つ仲間も増えて冒険を続けるうちにギデオンは仲間から遅れを取るようになる。導き手の加護は初期能力は高いが伸びしろがなく、他のメンバーに実力で劣っていってしまうんだ。そんなギデオンは賢者のアレスから戦力外通告を受け、一人パーティーを抜けて辺境の地で暮らしていくことになるんだ。リットはロガーヤ公国の第二王女で、かつて魔王軍が国を攻めてきた際に勇者パーティーと協力して魔王幹部を倒した過去を持っていて、ギデオンと交流があったんだ。魔王軍との戦いの功績で英雄の称号をもらったんだが、上がる名声によって起こる王位継承争いを避けるために出奔して辺境の町ゾルタンでギデオンと再会を果たすんだぜ。もともと勇者パーティーと戦っていたくらい高い実力を持っているため、勝ち気でギデオンにも噛みつくくらいの気の強さだったんだが、ギデオンが勇者パーティーで戦うためにしてきた努力や経験や知識から仲間のサポートを完璧にこなす姿を知り、徐々にギデオンに惹かれていき、仲間からの助言で素直さを出すようになり、再会した時にはツンデレからツンがなくなっていたんだぜ。ギデオンの近況を知り、自分も王女や英雄の立場を捨ててでもギデオンのそばにいたいという気持ちを伝え、ギデオンと共に暮らしていくことになるんだぜ。もうここからはただただイチャイチャのラブラブで、自分の気持ちを正直に出すリットはさながらデレス家さんなんだぜ。その気持ちや行動は常にギデオンのためを考えており、ギデオンに敵対する者には容赦はしない。まっすぐなリットにギデオンも惹かれていくんだぜ。見せつけすぎと思うかもしれないが、裏表のない二人のやりとりは見ていて気持ちがよく素直に二人を応援しちゃうくらい清々しかったのぜ。自分の立場を捨ててでもこの人と一緒にいたいとか一度は思われてみたいんだぜ。ねえ、誰もいないよ。最後までご視聴ありがとうございました。